AMG GT 新型トップパフォーマンスロングノーズだな美しい。あ、かっこいい。いやもうエロいな。でっかい車なのに、うん、コンパクトに回りますね。すげえパワーだよ。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com はなんだ、これは AMG のなんだこれ、ノブテルお兄さんの車ですよね。ノブテルおじいさんで、GT、おじいさんにはなってないと思いますよ、まだ。まだ53歳。これ何、玉手箱かなんか開けちゃったんですか。お兄さん、うん、レースやってるね、これでね。ノブテルお兄さん乗ってらっしゃいますよね。AMG GT の新型です。おっと、新型何が違うの。新型はもうね、全部もう新設計になってます。エンジンはまあまあまあ。V8 ターボなんですけど、車体とかは全部新設計です、ね。あ、そう。はい、フルチェーンですね。2代目になりました。あ、そう、はい、フルチェーン。AMG GT がね、この間ほら GTR やったじゃないですか。あれが初代ですね。はいはい、でこれはフルモデルチェンジした新型で、まあ面影はねあるんですけど、うん、かなりパッと見て GT だって分かるんですけど、でも全部車体もやり直してます。うん、エンジンは、はい？エンジンは V8 ツインターボ4リッター585馬力。そんなも変わんないんだ。そうですね、エンジン自体はね、これあの他の AMG モデルで使ってるやつですし、うん、ただね、冷却系を強化してるってことですね。あ、そう、はい。で、この AMG GT、メルセデス AMG 独自開発スポーツカー、うん、だから、うん、まあ、この間のね、GTR の時も話しましたけど、これのメルセデスベンツの普通バージョンというのは存在しないんです、うん、この車体は全部 AMG、 AMG 仕様しかないんです。 AMG モデルしかないんです。車選び .com 中古車なら車選び .com 車選び .com でいい車を探そう。で、エンジンルーム見ようよ。見ますか。で、現在のトップパフォーマンスモデルですね、 AMG のフラグシップ、はい、これ待って、ロングノーズ、ロングノーズ、やばいやばい、ロングノーズ、両手広げたぐらいの、うん、ってことはかなりですよ。人の両手ってこれ私使っても死なない。1m60 ぐらいあるから。だから身長と同じぐらいあるって言われてるよね。だからかなりだから。ぶつかっても死なない。びっくりした本当にね。あ、びっくりした。またこれも。ぶつかっても死なない。V8 ツインターボ。やばいですね。アルミ？軽そうでも重そうでもない。これアルミっぽい。アルミだと思いますが。しっかりしてますよね。うん、はい。なんか、うん、パッと見て思ったんですけど、仙台よりもエンジンちょっと前じゃないですか。気のせいかな。もっと後ろだった。仙台はもうちょっとこの間後ろにあった気がするんですけど、ただ、まあ、車軸ここなんでフロントミッドがフロントミッドです、うん、なんかもう仙台はうわっていうぐらいのフロントミッドだって気がするんですけど、これはまあ普通にフロントミッドですねっていう感じですね、はい、これあ作った人ルカ、これは職人さんが一からもう全部一人の職人が一からエンジンを組むっていう、こう一人でやってるんですね。手組手組、そう、チューニングカーのエンジン組むみたいな、レーシングカーのエンジン組むのと同じ。かあ、ルカさん、ルカさんちょっとおしゃれなサインだね。うん、おしゃれなサイン、女の人っぽい感じかな。そうでもないか、やっぱちょっとまあね、かわいい、うん、おしゃれなサインが入ってる。なるほどね。しかしロングノーズだな。そうですね、はい、でかいですね。ちなみにこれね、エンジンマウントがね、硬さが変わるそうです。走る状況によってマグネットの磁力を使ってこう硬さを変えてるんですね。マジ？そんなものがついてますね。エンジンマウント変えるって今まで普通だったんですか？いや、ないないない、そんな ほぼない。他にあるのかな？いや、聞いたことない。初めて聞きました。まあ、エンジンマウントってほら硬くするとね、走るのためには硬くした方がいいんですけど、硬くすると振動が来たりとか、うん、はい、その乗り心地が良くなくなったりするんで、で両立できるんですね、変えれると。いや、かっこいいわ。かっこいいですね、ロングノーズ。本当にね、もうサワちゃんがこのボンネットで寝れそう。いや、寝れる寝れる。ここで寝れそうだね。セクシーに寝れる。車中泊、ここでどう？車上泊ね。車上泊、ここでセクシーに寝る。あれ、これ4駆だっけ？そうなんです。仙台は FR でした。ですが、新型は FR ベースの4駆になってます。フォーマティックだもん。はい、あと、ちなみに言っとくと、新型はね、リアシートもオプションで選べるようになりました。これじゃついてる？これはついてないですね。ないよね。あ、ついてない。ついてないですね。つけられるもあるんですけど、つけると値段を調べてきたんですけど、262,000円リアシート。あ、プラス、うん、身長が150センチの人までだそうです。制限があるんです。制限が、だから、まあ、子供もしくはあとは荷物置き場ですね、うん、なるほど。で、土屋さん、僕すごいなと思ったのは、
フェンダー、はい、フェンダーのこのタイヤハウスの高さに対するボンネットの低さよって感じです。あ、なるほど。これだけ、これだけしか差がないんですよ。タイヤでかいもん。タイヤでかいっすね。でかい、うん、いや、かっこいいわ。いや、もう、ね、美しい。かっこいい。AMG GT は男子大興奮。フェンダーのこの膨らみ方とかね、二人で大興奮ですね。いやいや、かっこいいよ。めちゃくちゃかっこいい、かっこいい、美しい。うん、美しいですね。あ、テールも違うわ。はい、ライトつけてみましょうか。あ、見たいです。テールが違う。あ、 GT63、うん、63がついたんだ。今度テールレンズも違う。うおー、おー、な、面白い。 あ、これがGT、メルセデスか、うん、V8 だよ。 V8 か、ほら、おお、 V8 だよ。やってくれる。 V8 だよ。テール綺麗じゃん、かわいいし。おお、なんでこんな音変わったんですか今。これただスポーツにしたんだよ。あ、これがコンフォート、うん、スポーツ、はい、スポーツプラスいい音だ。はい、これいい音だ。うわ、めちゃいい。あの最後のパンってやつ気持ちいい。楽しい。たまに楽しい。なんか今雷落ちたみたいなことになってますね。パンってやつですね。吸気音もいいですか。あ、吸気、吸気音、吸気音、はい、結構聞こえるのかな。めっちゃいい音だ。さあ、吸気音、はい、ツインターボですからね。吸気音、じゃあ吸気音も聞いてみましょう、うん、あ、かわいい、なんか犬みたい。まあもう音だけでやばいっすね。これ動かなくても価値がある。あへえ。めっちゃかっこいいじゃん。ちょっとかっこいいっすね。かっこいいわ。へえ。これちなみにあのパナメニカーナグリル、え、パナメリカーナグリル。グリルに名前がちゃんとあるやつだ。グリル、そうそう、 AMG のこう縦のこう柱が入ってる、うん、パナメリカーナ。パナメリカーナ、これはね、あの昔、1900年代も前半だと思うんですけど、パンアメリカーナかな、うん、ラリーっていうのが南米、中米、南米、中米、南米まで行ったのか、まあアメリカをからこう縦断するような、アメリカ大陸縦断するようなラリーがあって、みんなね、高性能車メーカーがこぞってそこに出たんですよ、うん、でその時にメルセデスがつけてたグリルがこのパナメリカーナグリル。それにちなんでってことなんですね。そう、パナメリカーナラリー、パナメリカーナで、そこは例えばポルシェのカレラっていうのを実はそこから撮ってるし、うん、あのパナメーラもそこから撮ってるんです。すごい、あのね、由緒正しきラリーなんです、うん、昔あった。そうで、そこで活躍した AMG の車のグリルはここについてる。これはおいくら万円するのかね。聞かない方がいいかもしれない。2750万円。おー、あれ、まあ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 、そう、しょうがないわな、ね、すっごい高いけど、もっともっと高そうに見えました。ちなみに今ね、僕ね、ラリーなんか1900年代前半とか行った気がするけど、そんなわけないですね、うん、後半ですね、戦後です。今嘘ついちゃった。60年代とかんだ、だと思います。 AMG だから2700万はしょうがない。しますね。あ、あとね、これね、大事なこと言うの忘れた。あの、はい、完全専用ボディなんですけど、うん、実はあのオープンカーの SL とかなり共用部分があるんですね。だから極端なこと言うと、オープンカーの SL のクローズドボディがこれっていうイメージですね。あ、そう、はい、なんかオープンカーの方が SL の方がちっちゃいような気がする。ちょっと厳密に今ね、サイズ比べ、うん、手元にないんで分かんないんですけど、こんなにロングノーズじゃないような気がする。で、これちなみに全長4730mm、幅がね1985、 2m に迫ります。あと 15mm で 2m。 危ない危ない。重さは1970。あら、意外と重いな。意外と、そうなんです、やっぱ四駆なんでね、うん、あ、そっか。で、先代はね 1.7トン、約 1.7 トンだったんで、はいはい、まあ300キロ弱ぐらい重くなってます、うん、まあ四駆だからね、にしたことかな。あと、ちなみに先代よりもね、ボディがね18センチぐらい長いですね。荷室の前に違った、ここだ、なんだ、ここはね、スポイラーが出てきそうだな。そうなんですよ。え、え、
ここで割れてるってことは、まさかスポイラーが出てきそうだな。スポイラーですね。これほら、かっこいい、かっこいいじゃん。ちょっとおしゃれ、反則ですよ。おしゃれねえ。早くなったら出るってことですか。リアのダウンフォースを得る。わー、もうスピード出せば出すほどリアが軽くなってくるから、それを抑えてる。グイン、かっこいい、かっこいいじゃん。あ、変えられるんですか。変えられる。これ角度が変わってるの。うん、角度変える。嘘でしょ。角度変わってるじゃん、ほら。ほら、手動でやってらっしゃる。手動でもできるし、自動走行状態によっても自動でも変わる。速度に反応してんだよ。頭良すぎる。で、リアスポーね、5段階に変わります。もう一番なのが、一番低いのが、角度がないのが、この格納状態、はいはいはい、これがマイナス11度おで、一番立てた状態、これ結構立ってますね。立ってるよ。22度おだから、合計で言うと33度変わります、角度。すげーすげー、可変域が。これだからブレーキングとかね、これ強いんじゃないですかね。効くんじゃないですかね。フルブレーキングで効く、うん、富士の1コーナーめちゃ効く、うん、こういうのになってますよ。あとね、もう一個実はこれ可変する空力アイテムがあって、ちょっと前来てもらえます？前。え、嘘だ。前。あ、分かったかも。分かった？あ？なんだ？はいはい、こういうタイプで変わるのはグリルがパカって開くやつ。あ、それはね、ついてます。ついてるけど、それは珍しくない。何？それは前からある。このね、下を本当に床下を覗いてみてください。え、嘘でしょ？見えました。マジか。本当に覗かないと見えない。おお、これ何ですか。フロントのダウンフォース。うわ、そうなんです。これね、今は閉じてる。これはすげえ。これがフロントのカーボンの板が40ミリも下がってるんですか。めっちゃ下がります。仮面でもうついちゃいますよ。仮面でダウンフォースが得られる。なんかサワちゃんは多分知らないと思うけど、はい、GT オートスポイラーみたいですね。ああ、仮面でダウンフォースを得る。まあいいです、いいです、忘れて、はい、仮面で空気を吸い付ける。そう、それでこれで、ダウンフォース、時速250キロでフロントに50キロのダウンフォースを。え、はい、え、これ1個で。そう、それがつくだけで空気の流れが変わってダウンフォースを生む。すごい、これはすげえ。つけたい。うわ、でかっ。トランク広っ。こっから開くんだ。広っ。荷物出し入れしやすいですよね、スーツケース。よくあるスポーツカーのちっちゃいやつじゃないですね。うわ、もう実用性もバッチリです。ちょっとまあ、あの持ち上げ、いっぱい持ち上げなきゃいけないから、これフルフルで入ってると重くて大変だけど、これ広い。こうですね、入るんだ。こうやって入りますね。縦も入るし、横も行くな。お、これはいけるか。あ、これはあ、いけた。いける。お、すごい。いけるわ。荷室容量が675リッター。でかいでかい。でかいっすね。このサイドのポケットとかもいるんですよ、これ。うん、私、洗車道具とか結構詰めちゃいます、うん、ここ。いる、はい。これなんか取れたりするんでしょうね。あ、カバー、トムカバーか。これカバー。おー、ね、これ、便利便利。どこで引っ掛けるんだろうな、ここか。あ、上ですね。上だ、上。こうやって引っ掛けるんですね。これリアのガラスのか。これは、はい、あの関係ない。関係ない。閉じるとこれ電動で閉じますよ。荷物を隠すため。閉じるとほらほら下が見えない。見えない。そう、荷物を隠す。うん、いいじゃん、ちょっと。はい。あとはこれ先代もそうですね。一応見ておきますが、リアステアがついてます。ほう。リアステア 4WS、 はい。え、この状態で動かせる 4WS。 知らなかったです。リアステア最大 2.5 度だそうです。動いてます。走んないとダメかな。前の動い、あ、あ、動いてる動いてる動いてる、はい、動いてる動いてる、あ、あ、動いてる動いてる、あ、動いてる。そっか、前のタイヤと反対方向に行って角度が入るんだ。そう、はい、というわけでした。はい、小回りが効く。まあ、あと高速安定性をね、ああ、高めてくれますよね。ちょっと待って、そっか、運転席そっちですか。運転席こっちです。これは綺麗だな。
わあ、ねえ、ドアもかっこいいんだこれ。美しい。ありがとうございます。めっちゃ美しい。いやもうエロいな、開かないぞ。綺麗。すげえ綺麗。はあ。いやもうこのラグジュアリーな世界を見ようって感じですね。いやめっちゃ綺麗だよ。え、どうしたの？サーちゃんどうしたの？そんな笑っちゃって。いやなんかこれちっちゃい頃とかに描いたスポーツカーの内装そのままだった。なるほどね。こう赤のレザーで、もう超かっこいい車みたいな。これ2700万しょうがない。あれ何これ？ F1 みたい。あーかっこいい。車のセッティングを。これがそうなんですか？そうそうそう、右のであのドライブモードと書いて F1 みたい。てかステアリングも全然違いますね。うん、どうしよう、なんか言うところばっかりありますね。言うところいっぱいあるんだこれね。まずシートを座った感じどう？さわちゃん、シート気持ちいいし、うん、革すっごい滑らかですよ、はい、これ、ね、こんなバケットシートが。確かにバケットでこんないい革、はい、これはすげえ。しかもこれもしかしてシートクーラー効くんじゃない？マジいけそうな気がするけど、わかんないし。あれ、ここ、ここ。え？あ、ここにあった？ここにあった？あの、土屋さんのそこに見える。あ、ほら、あったあったあった。ほら、そこそこそこ、シート。やっぱそうですよね。はいはいはい、これクーラーですよね。うん、ベンチレーション。うん、気持ちいい。はい。で、いろいろ車の、まあ、切り替えができるんですけど、あ、まあ、これで走行モードね、こうやって。あ、音。レース。レースとかもありますし、はい、あとはこう、スタビリティコントロールもね、オフいろいろできます。オフとかもある。これそれぞれのモードが選べるんだ。エンジン、はい、パワーはこれレース、うん、サスはコフごとに、そうそうそう、切り替えができる、うん、これは何？ダイナミック、うん、これですね。いろいろと、いろ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 制御系いろいろ、はい、でわあ組み合わせで、うん、楽しい、はい、でこうステアリングいろいろこう細かいセッティングのね、これで、まあ、ハンドルでもできるんですけどね、これ同じことが。さっきみたいにこのフロントすごすぎる。なんかね、これはいちいち触らなくてもここでできる。そう、そういうことですね。ね、あ、今そこでやってるんですか？そう、ここでほら、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、ベース。ね？甘すぎる。だからここで触らなくてもいいの。うん、だからここでできるっていうのがいい。運転中もいい。そう、F1 の世界ですね。そう。はい。で、あとはですね、こういうフロントの、フロントのリフトが、フロントが上がってるんですよ。これは何のためにですか？段差を乗り越える。でこれね、 GPS で設定して特定の場所に行ったら上がるようにも設定できるそうです。じゃあ家のちょっと段差あるんだよなって方も設定しておけばいいんだ、うん、ここよく行くところ、イオンここをちょっと上げないとなとか。やばい、上昇してます。上昇してます。どうやって下げるんだこれ？え、これあのもう一回押すと下がんない？下が、あれ？下がんないよ。二度と下がらない。上がりっぱなしかい。上がりっぱなし。多分ね、速度出ると下がるんじゃないかな、自動的に。なるほど。と、あと、洗車モードとか、そう、洗車モード、そう、余計な機能が働かないように、こう洗車機で誤作動しないように、はい、ワイパーとかね。はい。今、見てみましょうか。ほら、ドアミラー畳んで、ウィンドウと閉めて、コンフォート、いろいろこう。でも、この車を、あれ、洗車機入れるか？入れる人いないですよね。洗車機入れねえよこれ。入れれないですよ。手洗いだよ。これできますね。車高レベルを下げる。はい、あ、よかった。上昇しました。なんか感動する。あとですね、これお伝えしておきたいのは、はい、これね、違うんですよ。足が熱いですよ。熱がすごいエンジン。ここにね、足のところに熱が直撃するんですよ。我々広々快適なんで、あの足からね、エアコン出てるんですよ。これ、ここちゃんと。うん、なるほど、うん、あ、来た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 、そうだ、これだ、これで、はい、まあ、トラックパック、これトラックモードね、これサーキットでいろいろ自分が走ったタイムとライバルとのタイム、ライブって他の車の走ったのを比較したりとか、うん、まあ、あのデータロガー的なことができますね、はいはい、まあほら、富士とか、うん、これ筑波とかね、あ、そうなんだ、はい、いろいろ日本のコースもちゃんと走って、うん、入ってますね、はい、ここます、まあ、これいろいろできます。いろんな状態が出てきます。これはすげえ。はい、こうね、今使ってるとかね。はい。何これ？IWC の時計が出てきます。はい。え？まあ、ストップウォッチとして使いますね。なるほど。はい、燃費まあ6キロまあいいんじゃないですか。うん、V8 だから ね。全然いいですよね、6キロね。はい。いいなー、すごい。すげえ。照明はどこが変わるの？え？
スノメはね、内装はないか。内装あるある、アンビエントライト。あら、これで照明変わるよ。まあちょっとね、見て、これはブルー、これブルーになったり、はい、うん、赤、うん、赤になったり。ドイツ人はこういうのが好きっぽい。あ、色大事なんですね。いろいろ好きにできるんですね、うん、はい、明るさをもっと明るくしたりとかね。あ、ここだ。そうそうそう、うん、エロい、なんかエロい、やばくないですかこれ。エロい、エロいですね。エロい、じゃあこの怪しい、怪しい色にそういうこと、怪しい色にしていきましょう。ピンク、はい、ドラッグレーサー、これね、ドラッグ04とかドラッグレース測れるというモードですね。おで、テレメトリーもいろいろね、車両の情報がすごい。で、いろいろさっきとタイマーが測れるんですね。うわ、どん、うん、本来であればこれね、四駆の制御が出てくるはずなんですよ。うーん、出てくるんですけど、ちょっとね、僕は不勉強で出し方がわからないんですが、四駆の設定があって、何が言いたいかっていうと、四駆これね、基本が前後トルク配分が50対50から0対100までいきます、うん、で、使えれるんだ。それでですね、そう、FR、完全にリア100っていう固定もできると、うん、ドリフトしたい人にはそれやってくださいと。すげえ、土屋さん、それはすげえ、この車でドリフト、それはすげえ、できちゃう、できちゃう、はい、うわ、はい、で、じゃあ走りに行ってきてもらおうと思うんですが、その前に車両の性能を話しておきますね、はい、エンジンは4リッター V8 ツインターボ585馬力、うん、トラック 800ニュートン、800ニュートン、816キロ、すごい数字です、うん、まあ、軽自動車10台分以上ですね、うん、はい、15台分ぐらいあるかな、はい、0-100キロ、うん、3.2秒、それから、LSD 電子制御です、まあ、そんなところですかね、はい、というわけで、そんな走りを、ちょっとサーキットじゃないのが残念すぎる、うん、え、私でいいんですか。え、うん、サーちゃん、めちゃくちゃ工藤さん乗りたそう、運転しない、ね、よし、走りに行こう、はい、じゃあ行ってきてください。すみません、行ってきます、はい、行ってらっしゃい。車選び .com アンバサダー土屋健一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 変なこと聞いていいですか。なんだ。私、高い車には63ってつくから、うん、63には意味があるんだと思ってたんです。その 6.3 リッターじゃない。あー、なるほどね。それか、なんか63っていう言葉がなんか車業界で意味のある言葉だと思ってました。アベンタドールのにもあるみたいで、こっちにもあると思って、なんだっけな、 SL63 とかあった、あった、あった、 C63 はあるかな。もう見た時に63、ランボにもあるから、高級メーカーにはなんか意味ある数字だと思って。だ、昔は 6.3 リッターだったな。そうで、税金の関係で、え、はい、それで6リッターから4リッターになった、はい、でも同等のパフォーマンスが出るってことですよね。そうそうそう、パワー的にはもう同じパワー出してんの。すげえ、 6.3 リッターと同じパワーで。え、待って、内装めっちゃエロいエロいよなムーディーランプだよ。トンネルが入るとやばいですね、これムーディーランプ。何これ、かっこよすぎますよ。いや、めちゃかっこいいって。え、今走りコンフォートでしたっけ。コンフォート、じゃあスポーツ、スポーツ、うわスポーツ、音も違う、スポーツプラス、プラス厳しいな、この子。足もほら変わります。足硬くなってんじゃん。あ、これ電子制御だ。そうそうそう、あ、硬いな。でっか、うわ、でっかい車なのに、うん、コンパクトに回りますね。すげえパワーだよ。え、あ、こんな速度で曲がってくるんだ、この子すげえ。
すげえすげえ。うわ待って、着座位置低いから迫力ある。あるよな。気持ちいいです。めっちゃ楽しいじゃんよ。あーやばい。サーキットモード。あ、マジですか。うん、え、あるんだサーキットモード。あ、足がやばい。な、殴られたみたいだった今。ああ足が結構ほら硬くなってさ、カッチカチ。安定してるだろ。はい、僕顔見たり落ちた今。え、本当ですか。ああ動体視力すごいですね。見えるんですか。見えるよ、顔見たり落ちた。え、本当にこれこのままサーキット行けるぐらいですか。いけるけど、めっちゃいいな。え、コーナーの前にブレーキピャって踏んでますよね。踏んでるよ。利きすごいですね。いや、めっちゃいいよ。キンって止まる。うん、いやー、めっちゃいいわ AMG GT。 今これ、レースモードってやつにしたから足カチカチですけど。そう、足硬い。あのゴーボードだったらすごい乗り心地良かったですよ。うん、しかも静かでデート行けるぐらいだと。コンフォートにしてみましょう、うん、ほら柔らかい。な、全然違う。この振り幅すごい。うん、ギャップ吸収してる。デートにもレースにも。そうそうそう、穏やかだろ。めっちゃいいじゃん。ちょっとすげえな AMG GT。 いいね。こんなにいい車なんですね。そう、めっちゃいいわ。すごいこの車。なんかメーカーが本気でお金とかをかけて、そう、コストのこと、あとお客様のお金のことも考えないで、まあ、考えてくれてるのか、まあ、自由に、うん、もうほんとどんだけお金かけてもいいからいい車作りなさいって言われて作った車ってこうなんでしょうね。そう、全部が詰まってる。メルセデスは、はい、予算をつけないもんな。まず出来上がった車に対していくらです。うわ、いいねというかそういう感じなんだ、うん、できたものに対する価値なんだ。日本のメーカーは300万以内で作りなさいとかさ、はい、そうですよね。そう、メルセデスは考え方が違う。そうするとこんなにいい車できちゃうんですね。ああ、うわ、これ衝撃。音最高です、ね、最高だよ本当に。これ2700万はしょうがないよ。しますよ、ね。ああ、そのくらいしても買いたい方の気持ちすっごいわかる、うん、だって満足度って半端ねえじゃん。半端ないです。え、これって台数って結構限られてるんですかね。どうだろうな。なんか多くもなさそうな気はしますよね。まあそうだね。うん、うわ、いい車すぎる。 いい車だ、ほんといいよこれ。めっちゃいいわ。めちゃめちゃいい。ああ、でこれ 4WS がめっちゃ頭いい。あのコーナーで、うん、あんなにキリッキリ曲がっていけるの、やっぱさっきあの 4WS 後ろも動くからですよね。ああ、すごいですね。いや、すげえよ、本当にすげえよ。だからもう本当に街中の細かいところとかでもいけますね。ああ、この子ならそう、小回り効く。うん、バスみたいに大きく曲がっていかなくても、うん、普通の車ぐらいの感覚でいけちゃう。いける、全然いける。すごい。いや、すげえよ本当に。この 4WS はすげえ頭いい。うーん、いいわ。え、ここ、こんくらいの価格感の車で、うん、これだけ頭が良くていろいろできて走りもいいのって他にライバル的なのって今ありますか。まあ、BM でもあるけどね、 4WS は。 M なんとかです。 M スポーツ、うん、M スポーツ、そっかそっか。うん、いやでも AMG GT はね、別格。これそうですね。うん、本当に別格。この車超えれるのって思っちゃいますね。ほんと別格だよこれ。ほんと最高だよ。ありがとうございます。めっちゃいいわ。他にないならここに来い。車選び .com。
なんだ。ありがとうございました。なんか濡れてません？土屋さん、お前も濡れてる。ということで急遽台風のような雨が来て雷が来て、はい、えらいことになりましたが、工藤さんは避難しております。はい、工藤さん避難中無事でございます。どうよ AMGGT。 いや、めちゃくちゃ良かったです。本当にさっきも言ったことですけど、車メーカーが好きな車、もう一番いい車作れって言われて、予算関係なく作ったらこうなるんだろうなって思わされる仕上がりだから、はい、この内容で、はい、ね、その走りもそうだし、この室内の作り込みもそうだし、2700万は決して高くはない。本当ですか？太鼓判、太鼓判なんてもんじゃないでしょ。これが2700万で買えるってすげえことだよ。これ確かに本当に手に入れたい。うん、うん、いや本当にめっちゃいいよこれ。あったら楽しいですもんね、うん、でこの前はさ、この最高峰の GTR を紹介したじゃん。はい、だから普段はもうこれで十分だよ。十分本当に、はい、V8 ツインターボ、うん、めっちゃいい車です。よかったらいいねを押してください。お願いします。登録もお願いします。お願いします。バイバイ。何？新鮮じゃないですか。まあ2人はなかなかないな。ない。